右から始めればよかったんじゃねえの？あれ？ああ、これ紐伸びるんだよ。違う、向きじゃない？こう。うん。スタートからなんだ。あれ？トンチンだよ。スタートからトンチンだよ。うまくいかないな。いや。どっちいけないの？もうどの線だか分かんないよね。ね？ビュンってほら、ほら伸びちゃうんだよこれ。ダメだ。ダメだ。水とダメだ。ちょっと待ってこれ。ダメだよ。どっちにしろどれか分かんねえんだよ。ねえ分かんないね。ね、ね、ね、消すんだよ。消えないな。じゃあどうすんだ。これでいいの？ちょっとこれ邪魔。緊張してんだよ。だいぶ引っ張りながらね。あ、引っ張りがだね。やばい、うまくいってるっぽい。どうよこれ。あ、素晴らしい。っていうとこれもなんか最初から引っ張り、うん、全部引っ張りすぎだったんだね。うん、そうだね、そうだね。うん、ほら。じゃちょっとこっからここまで60センチか見てみよう。いただき、いただき。いただき。うん。あ、最高。うまい。うまいね。取れる。ないよな、やっぱりな。どう考えてもないんだよな、これな。これでそこ最高。うん、うん、こんな感じで、ね、これこんだけ足んないの、母さんどうするこれ。たったこんだけいっか、それでこんだけほら、たったこれこんだけ、ね、こう110センチだったらいけたのかね、うん、そうだね、そうだね、取れたんだね、うん、取れたんだね、うん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 、じゃあここだけちょっとな、かけちゃうけどよ、それで使っちゃう、うん、ペンキ塗って可愛く作るから、ほら、あ、これでねえ、いいじゃん。なんかいい大きさだよ。だからそれで一出しできるもんな。うん、いや、なんかいいね。これであの、ちび猫の野郎ぐる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 回ってよ。あの、想像してんのはね、こう、カタンカタン、カタンカタンね、やめたらいいけど、回されてこう、上まで行って、ドタンとこう、ドテってなるんだ。なりそうだよね。そうなってもどんくさい。どんくさいもんね。ガタガタってだんだん絶対ちっちゃくなるからね、やめとくんだよ。ね。ここ中心。はい、ワイドレ、ワイドレ。なんか、ここ。いや、違うじゃん、今中心を見こう。ああ、そうだね、そうだね、そうだね、ミク頭に。そうだ。ここ？そうなんだ。何が？え、こうの方がいいんだ。だってさ、この、うん、ここが今、ここにいたからさ。うん、あ、こいつがあれなのか。そう、これが取り付けになるから。うん、あ、そっか。どうなの？ここ。中心。え、目分なんですか？うん、目分だよ、ここ。はい。あ、なんかそれっぽいじゃん。どう？大丈夫かな？そうかな、うん、ちょっと測ってみて。うん、ぴったり真ん中だ。いい線いってみる。ああ、いいね。そうすると、ハブセンターのさ、うん、リングのところ、線かけるだろ。おう。いるぞ、このまま。うん、はい、お、入った。ああ、入った。かけてるかがわかんないけど、うん、あ、いた、入った、いった、お、いいじゃん、お、いいじゃん、あ、まあ、結構綺麗だよ、うん、なんかラットをさ、逆さにつけるっていうのはなんか嫌で嫌でしょ、
まあ一応これで。うわ、止まってる。いや、母さんこれ案外やっぱりこれ中心でやってると重かったけど、うん、こんだけ円周にでかくなると、うん、軽い。ほら、なんだこれ。ほら、ほら、母さん全然いいじゃん。いいね。な、そうだよな、ね、やっぱり。これであれだろう、猫たちもぐるんぐるん回って空回りしちゃうだろう。楽しみだね。最高な、うまくいったよ。まあ、とりあえずワイドレイ入れてみようか。ほんと油さしたいとこだけど、油やるとよ、あのペンキ塗るときに死にしてかっこ悪いから。絶対ペンキ塗ったのかわいいよ。そうだね、かわいいよね。ピンク色とかさ、黄色とか。映っちゃうか。大丈夫。うん、だからこれ固定するのどうすんだよこれな。うん、やっぱこれ木で挟んでって、うん、ショックつけちゃうんだよ。え、あ、ショック。ああ、なそうだな、そうだな、ショックつけてな。ああ、うんうんうん、あ、これでキャンバー調整のでよ、この猫車もよ、水平取れる。あ、持ってきてんじゃん。なんだこれ。なんでこんなところにこんな品物があって。茶番が過ぎてる。これ下げて下げて、ショックを。ねえ、うん、楽しみ。しばらく回ってる、ほら、このぐらいの抵抗で回るから、ほら、もう猫の重さだったら全然回るよ。ね、乗った瞬間動くよね。うん、うん、あ、いいかもしれない。ね、最高。それじゃあこれをどうやって土台に固定しようか。うん。ね。うん。ここの。そうだよね、まあ、ここはタワーのところ、うん、で木止めればいいのか。あそこに転がってる MR2 の下だとタワー使うの。足長2作ってんの。あ、足長すぐ後。ほんとだ、すんごいいっぱい飛んでる。え、何入ってったの。いや、今あれをさ、うん、あれを取ったんだよ、うん、そしたらさ、わーって出てきたの。足長が飛んできたから、うん、やべやべって逃げたぞ。それの裏にあるの。ほらほら、うわ、ここ、ほら、見つくん。足長の巣。ちょっとほら、どれ。ここ。あ、ほんとだ。じゃあこれ戻しといてあげないと。戻しすんだよ。戻すんだけどよ、うん、戻しに行くもんだ。ああ、いけないのか。じゃああれで押しのけた。ああ、一匹帰ってきてる。ほら、分かった分かった。ほら、足長の巣よ、ここあんた。こんなんこれ使おうと思ったんだけどよ。あそこにいっぱい飛んでる。戻してあげないとよ。よし、あ、巣落ちしそうだから気をつけて。うん。うわ、お前ら、落ち、ごめんな。よいしょ。なんか立ってんだよ。いるか。いる。おうおうおう。超いる。超いるな。元気に育ってんだよ。これすぐ、すぐ合体したんだよ。そうだよね。スペーサー作ったやつで、ここにはないの。ある、あるはず。ちょっと見て。この辺。うん。はい。うん。手はたくと大変なのよ。うまいじゃん。なんかうまくいったじゃん。おう。ね。はい。はい、よし。ミクちょっとやってみて。いくか。このぐらいでいや。これで本当はきっちり折りたくなっちゃうとこだけどさ、ああアルミはきっちり折っちゃうとさ、ああ、あのポキッと折りちゃうからさ、ああね、ほら、一旦その半分ぐらい出っ張らすんだ。はい。このぐらいか。ああ、もうここでいいと思う。あ、そう。はい。あ、いいねいいね。
はい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 、でちょっとまた持ち上げといて、持ち上げながら叩かないとどん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 お辞儀してっちゃうんだ。でちょっとお辞儀させて、ぐるっと曲げてみて、はいはい、あ、いいんじゃん、はい、最高、はいはいはい、あ、いい品物じゃん。あ、いったいった、うん、大丈夫、よし、あ、母さんさ、うん、横から見てみて、猫車がこのぐらい、どう、まっすぐ、あ、まっすぐってこと、うん、そうだね、そのぐらいかね、このぐらい、うん、あ、わざとそういう風にするってこと、食感じゃないと、じゃないと、うん、ほらキャンバーついちゃうってこと、そう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 、あ、はい、で、うん、これキャンバー調整でなんない、なんないんだ、うん、こんなにはつかないから、そっか、うん、はいはい、よし、よいしょ。あ、でもやっぱちょっとぐらつくかな。どの道回っちゃうからさ、これさ、うん、ね。止めるもんね。あ、そっか、止めるもんね。うん、ちょっと高速だから。いいんじゃね。テンションロッドつける。そうだって、そうだよ、そうそうそう、テンションロッド。鼻水出てくる。ニックンと同じように。なんでだ。よし。よし。あ、また。あ、違う違う。ちょっと曲げすぎた。このぐらいだな。違うかな。パパ。はい、いいよ、はい、これでよ、ほら、もうドライブと行くね、うん、ほらドライブと行くよ、ほらな、うん、これだいぶ、だいぶまだちょっとモヨモヨするんだな、これな、もう、もうしょうがないでしょ、うん、うん、しょうがないね、うん、ショックの頭の武士、うん、これでだいぶ行くと思うよ、ね、ね、はい、あ、母さん、濡れ雑巾持ってきて、うん、あ、ちょっとね、はめてね、はい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 、で、ちょっとこのはみ出たとこ拭いちゃって、うん、ほら板打ちつけるからさ、ノリとか、うん、はい、さあ、よく回るよ、これ見てくれ、いろいろだけどよ、こうだね。こうだね。え？猫車所有者ビフテキおごってくれんじゃねえの？え、そう。ビフテキってなんだっけ？ビーフステーキの略だってな。最近知ったんだよ。ってああ。
あとちょっとだ、あとちょっと。お母さん、あと1個。あと1個だよ、お母さん。ほら、もうぴったり。ほら、最後の1本。いくぞ。おりゃ。おい。おい。いった。うん。猫車。ああ。うわー、できた。よし。よし。ああ、いけ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 、あ、腰いけ。あ、いけ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 。お疲れ様でした。おお、すごいじゃん。ね。ああ。すごい。これで本当、猫回んなかったらどうするのこれ。いっぱい。よし。だいたいこの剣刀つけてさ、あ、だけどあんまりいいところ行ってるよ。うん、でもガタガタだからちゃんと止めないと、ね、うん、今ちょっとずつな調整してよ。はいはいはい、ほらあと母さんよ。いや、ちょっとまあ、うん、まあやんないね、最後の何締め、母さんやんないの、いいの、斜めちゃうんだもん。そう、ほら釣り番組もさ、うん、ゲストのお姉さんほら、うん、最後のほらこういいところやるじゃんか。そうね。うん。今日はハチたちはよく飛んでたよ。うん。うわー。足止め食らってるからね。ですね。あ、いた。全部いった？あ、全部いったんじゃない。あ、ここは。ここあ、ここだ。うん。だから大丈夫かな。うん。お、もう行った行った行った。できたんじゃない？うんうん、うん、いいじゃん。うわ。すごく軽く回るようにうまくできたよ。ねえ。ちょっと形はいろいろだけど、精度の問題でな。でもうまいことやったよ。行ったよ。すごいね。思わなかった。うん。買うためにハマるかと思う。そうだよ。ね。にゃーん。結局サビを落とさなかったね。いいだろう。強力。そうだよ、サビ止め。止めうん。な。蜜ろ塗るよりうまく塗れると思うよ。それでいいんだよ。これで乾いたらよ。うん。万能ペンキ。万能ペンキ。うん。あれ塗るんだよ。あ、色塗るの。そうだよ。別にこれでもいいんじゃない。これあれなんだよ。端たちに匂い嫌がるんだよ。色上から塗ると。そうだよ。これね。そうだよ。逃亡するんだよ。臭いもんね。うん。じゃあ猫も嫌がるから。そうだよ。だからペンキ塗るんだよ。ペンキそんなになくない？ある。ある。ある。足りる？うん、足りる。やっぱりなんか下手だね。ハケは苦手っぽいね。うんうん、苦手。違うね。東京タワーだってペンキで持ってるんだね。そうだよ。ぴったりだよね。猫車。一周あるもんね。まあまあな。じゃあ払おう。はい。最高ね。いったんじゃない？もう。まんべんなく塗っとかないとさ、うん、あの布浮くから。浮く？あ、よくつく。つく？うん。一発勝負だ。うん。あ、よくつく。やっぱ二度塗りなんだね。うん、そうだね、二度塗りだね。あ、ここが、ね、よし。でも怪我しなさそう。うん、これならいいと思うよ。キャンバーちょっとやってよ。キャンバー。うん。
ちょっとこれ直立すぎちゃうからさ、うん、重さがかかった時にちょっとコツンって当たるんだこうやって、スペーサーつけちゃった。まだつけちゃう。ベタベタして。はい。早くね。あれ、こっちの正面正面濡れてないけど。どこ？え？ここの。うん、そこはちょっとね。いいの？手が足りないんだ。え、この黄色は途中でいいの？うん。もう精一杯やったんだよ。これで。うん。やらない方が。腰痛くなっちゃったんだよ、父さん。いいんだよ、後ろなんか入れたりね。うん。この塗りかけ。うん、回ってくれるといいね。音しないもん。音しないよ、ほら。うん、やっぱ車のベアリングだけあるよね。車のだからな。よし、あれ、あれ、重いってない、うん、強制やだってよ、うん、あれ面白くないここ、やっぱ尻尾ピンと立てるんだね、うん、もうもうやだって、もうやだってマジ、うん、まあ最初からね、うんうん、じゃあのチビ猫、うん、起きたばっかりなんじゃない、うん、家中からかき集められる、うん、そうだ、いやだって、もうそも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 、はい、そもそもなんだこれって感じ、はい、そもそも、はいはい、ダッシュ、はいはいはい、逃げた、うん、なんだ、来た、興味してる、コッタン、これ楽しいよ、コッタン、楽しいよ、いやですって、おら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 、お、すげえすげえすげえ、乗った乗った乗った、おおおおお、こうも何、自分で乗った、もう自分、おしーしーすげえ、おお、いち、うわ、あらー、こうなんだ、初日、こうも何、よかったー、ね、すごいね、これ粗大ゴミにならなかった、おーおー、てかやらせなしだね、これすごいね、うん、おらららららら、ら、あらー、しーしー最高じゃん、うん、全力ダッシュするかな、うん、そのうちな、ねえ、そのうちね、うん、ほら言ったろ、あのこう走った後にどっか舐めるってえ言った、コタン、コタンどうですか、あーしーしー最高じゃん、あーし、うんうん、コタン、そんな感じだよ、そんな感じ、最高な、なんか舐めんだよな、舐めた、うん、